プープープーって笑ってないで、はい、じゃあ次のコンシェルジュさんです。はい、おはようございます。はい、おはようございます。はい、いいですか。いいですよ。はい、株式会社インフルエンスの、代表の阿部彩子です。はい、私は、男性専門で、うん、100人中90人が興味関心を持たれる、外見コミュニケーションコンサルタントをしております。ね、そうですか。朝だからね。すみません。はい、すごいよね、100人中90人から興味関心持たれるって9割からね。ねえ、そんなふうに皆さんね、こう男性の諸君を、うん、諸君来ましたにこうお伝えして、うん、それを日本の日本をより明るく、うん、いいビジネスをしてもらうためのそうだね、はい、見た目作りです。知らなきゃ損損ってことで、はい、今日も教えてください。はい、お願いします。はい、今日はですね、身だしなみ、さっきさゆり先生がおっしゃってましたけど、うん、先生おっしゃってましたね。そうですね、やっぱり、ね、うん、大事ですね。そうとってもああいうね、こうもちろん綺麗に、女性だったらね綺麗になるとかって大事ですけど、男性の場合は綺麗にっていうよりは、うん、やっぱり着こなしとか、それ、まあ、自分の、まあ、もちろん清潔感とかっていう、うんうん、っていう方が強いんですけど、うん、なんかこうなんだろう、男性の、うん、男性がこうビジネスしてなくてもこう普段、なんかなんか何を言ってるか分かんなかったけど途中で今ちょっと違うことを頭に浮かんだの、うん、よくあるよね。あれでよくあるからね、ぼんやりしてるからね。そうですね。はい、そうそう、普段の特別なことじゃなくてもね。そうですね、うん、でもなんかちょっと違うとこ見てました、ごめんなさい、うん、はい、で、そのまあそのビジネスマンに対しての、うん、例えば、襟元だったりとかっていう、うん、まあシャツもそうですよね、シャツだったら例えば袖のシャツの擦り切れだったりとか、うん、あとは襟ですよね、うん、皆さんどうしても毎日着るのでこう、うん、なんかこう 見ないんですかね。なんかどうしてもこうクリーニング屋さん出してそのままパッと切ってしまうみたいなのがやっぱりとってもあるので、それが電車に乗ったりとかそういうのでよく見るんですよ。ああ、そう、やっぱり職業柄だね、そういうとこに目が行くんだね、うん、そうですね、すっごい目が行ってしまう。でもここまで結構つり革つかまってると袖口ね目立つから、私もそれ気がつく時ある。やっぱそうですか。うん、なんかねちょっと傷んでるなとか汚れてるなって、うん、なんか特に女性はね、うん、意外と見てるんで。そうだよね。そうですね、なんかそれがやっぱりねビジネスになった時に、うん、なんかそのまあお客様でもそうですけど、もし対ね女性だった場合だったりとかすると、うん、ああそういうのってすごく見るんで、あの人は、うんうん、やっぱりそこはちゃんと自分でもねチェックしていかなきゃいけないところですよね。うん、そう、あとはやっぱりシャツを着る前の、うん、これはもう本当にあれなんですけど、下の下着ですね。下着をどうしてもこう皆さん見えてるんですよね。基本的な身だしなみとして男性ビジネスマンはシャツ着た時に見えちゃダメ。後ろの男子がね、トイレなんかやってたよ。シャツをね見えちゃダメなんだよね。ですね。で、よくそのぐらいまでの T シャツみたいなの着て首元の付け根ぐらいの時までね。そうですね。で、汗かくからとか言って、いや汗かくからって、仕事はね相手あってのお仕事ですから、自分がね暑いかどうか正直どうでもいい。うん、それをちゃんと汗かかないようにしていかなきゃいけないじゃないですか。なるほどね。だからね、その外見アピアランスって言うんですけど、うん、体型とか服装、あと身だしなみっていうのが主に入ってるんですよ。うん、なので そこを、自分の中でちゃんと、相手の仕事をしてるっていうことを意識で、うん、きちんと持ってやっぱよく着ていかないといけないですし、そうね、なんか私あと一番すごくそこもまあ気になるんですけど、あれですね、シャツを皆さん着るときに、うん、シャツ着てサッとズボン入ってしまうので、うんうん、シャツが歪んでるんですよ。うん、中心線が曲がったりとかね、してる方もいらっしゃいますよね。みんな気をつけてチェックチェック。あれですね、私結構お客様にも言うんですけど、ちゃんとねはい、グッと引っ張ってからシャツズボンに減るっていうことを、うんうん、
それをきちっとルーティンにしていくこと、うん、だからあやねの言ってることってそんな難しいことじゃなくて、ね、一つ一つ基本的なことだけど、ね、やっぱり心配りだったり配慮だったりっていうことなんだよね。知っていればできるよね。そうですね、いきます、うん、はい、教えてもらいに行ってください、はい、皆さん、はい、分かりましたコンタクトどうしましょうか。はい、はい、明日の、うん、セミナーだったんですけども、はい、も私と、マイマイの、はい、あとおしゃれのね男性の、うん、はい、だけどちょっとですね今回はちょっと中止で、うん、来月から、うん、させていただきますので。あ、そうですか、はい、楽しみですね、はい、じゃあそちらの方にぜひ足を運んでいただいて、はい、またご案内いたします。はい、楽しみにしております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今言われてね、おっと